小松市内の小学校の周辺に熊1頭が出没しました。熊はその後、近くの高校の中庭に逃げ込み、猟友会によって駆除されました。校内に侵入した熊はちょうどこの建物の裏あたりで目撃されました。目撃された場所は校舎と校舎の隙間約1メートルくらいだったということです。今日午前6時半ごろ、小松市西軽海町の東陵小学校近くで熊を目撃したと住民から市に連絡がありました。市や猟友会が捜索したところ、熊はおよそ100メートル西の小松商業高校の中庭に潜んでいるのが見つかりました。市によりますと、生徒全員が校舎の中に入り、安全が確認された上で麻酔銃を撃ちましたが、熊が暴れ出したため午前9時ごろ猟銃で駆除したということです。熊は体長 1.2 メートルほどの大人のオスで、怪我人はいませんでした。高校では熊が駆除されるまでの間、職員が生徒を教室まで誘導するなどの措置が取られました。